するつもりなんだ。俺はこの力をあいつに植え付けられた。あいつにただの実験だ。お前の妹にもためらいなんかない。救うことだけ考えろ。現代が勝手に檻から出たらダメじゃないか。てめえ、ケイケ、待って、マリはどこだ。一心同体か。実に興味深いが、儀式は間もなくなる。君らにはもう使い道がない。救ってやれなくて申し訳なく。何を言っている。マリを返せ。残念ながら根性の別れをさせてやることはできない。彼女にはもう最後の晴れ舞台に上がってもらっている。何だと。私にはまだ仕事が残っている。大切な仕事だ。君たちのもてなしは私の名代にしてもらう。お前、こんなことで本当に死人が蘇ると思っているのか。ケイケ、どういうことだ。こいつは大勢の魂を借り集め、それを利用して冥界と現世をつなごうとしている。5年前に病死した自分の妻を呼び戻そうとしてるんだ。娘はどう思うだろうな。てめえの父親がここまで狂ってると知ったらよ。まさか。ケケ、どうした。誰なんだあれ。すまない、勘違いさせてしまっていたようだ。妻と娘は理解してくれている。あとは魂を呼び戻すだけだ。娘は本当に役立ってくれた。この結界も彼女のおかげだ。自分の子供を生贄に使ったのか。肉体など魂の器に過ぎない。愛情とは物に抱くものではないだろう。なんだこいつ。時は満ちつつある。君たちの相手はこの子にしてもらおう。アクト、こいつから離れろ。引き離される。ゲーケー。アクト、今のお前がまともに戦えない。こいつの近くに回って様子を伺え。
つは尻尾が力の源だ。俺が手助けする。ヒル君だ。分かった。気づかれないように背後に回ってみる。これは足止めに使えそうだ。力の源だ。俺が手助けする。ヒル君だ。分かった。気づかれないように背後に回ってみる。まともにやり合うのは無理だ。隠れて機会を伺おう。無事か？こいつは尻尾が力の源だ。俺が手助けする。ヒル君だ。分かった。気づかれないように背後に回ってみる。エリカ、あなたの気持ちも分かる。だけど僕にはその決断ができない。支えたくない。エリさん、お母さん、リンコさん、みんな私を守ろうとしてくれる。私はいつも守られるだけ。長い間そのことに疑問を抱かなかった。でももう違った。また拾ってきたの？仕方ない。もうこの子が最後よ。名前考えなきゃね。私もただ飼われていただけ。猫と変わらない。それは本当に生きていると言えるの？言えない。言えるわけがない。私はただの飼い猫。こいつは尻尾が力の源だ。俺が手助けする。ヒル君だ。分かった。気づかれないように背後に回ってみる。
いつの足を止める方法を考えないと。共にやり合うのは無理だ。隠れて機会を伺おう。尻尾が力の源だ。俺が手助けする。ヒル君だ。分かった。気づかれないように背後に回ってみる。足を止める方法を考えないと。守られるだけの生き方は、私の存在を耐え難いほど軽くする。誰もそれを理解してくれない。守られる、守られる。私はただの器。何を入れるかは誰かが決める。私は生きていない、生きていない。あなたはここにいればいい。ここにいれば安全だ。違うのよ。私だって生きていたい。チャンスだぜ。止めてやれ。経験。ナイト、助かったぜ。
またケケ、あいつを追わないと。この子まだ。お前は関わるな。汚れ仕事は俺の担当だ。はい、あいつを止めない限り終わらない。行くぞ。ああ。光景だ。なんだかわからんが、クソったれなものがそびえ立ってるのはわかるぜ。おい、ビビってる場合じゃねえぞ。ああ、行こう。アクト、電話の音が聞こえないか。有名らしいな。けどあの量は俺じゃ食べきれねえよ。
これで児玉を狙う奴はいなくなったな。こいつの力は俺たちが預かっておいてやろうぜ。助けも大変だな。音はわらに他人に見られる呪いが、そのわ、それに。じゃあ、釘を打つ音だ。近いぞ。あいつを払ってここの汚れを一掃するぞ。なぜ呪いなんか。そんなに恨みがあったの。だからって呪い。人を呪うとき、こいつの心も化け物。呪いってのはそういうものだ。アザのあった女の子の。お前にとってそいつは
その怒りや恨みがやがて。だからって呪いも俺は死んだんだぞ。そんなこと。そうだ、その感情が呪いを、呪いは連鎖する。お前は彼女を恨む。彼女は呪いのうん、心配ないよ。それならよかった。